皆さん、こちら大鬼殺し対局開始。鬼殺し得意戦法のバケモン来てる。ちょっと待って。いやー、でも割と普通の将棋やな。割と普通の将棋ですね。鬼殺し得意戦法プレイヤーにしてはオーソドックスな出だし。いやー、鬼殺し得意戦法プレイヤーの棒銀来るかもしれん。いやー、ちょっと待って、鬼殺し得意戦法プレイヤーの棒銀は怖すぎるんですけど。でも今の時代銀ここに上がるって、あー、まあでもここに上がったから棒銀とまでは言えないか。まあまあ一回歩ついて様子見ましょう。まあ普通はこれ角代わりになる出だしなんですけど、あ、端歩ついてよ、ちょっと様子見てきてる、様子見てるというか、角道開けて角代わりにする気はなさそうな感じですね。怖いてー。怖すぎるんですけど。何してくんねやろ。これ、KK とか狙ってんのかな？銀から角頭を狙ってんのか、どっちかわかんないんですけど。あー、銀か。ちょっと待って。まあまあ、ちょっと、歩ついて、同歩同飛車として、で、この飛車を5段目に引いて、角頭ケアしに行きますか。この銀は、角頭を、こういう角頭攻めを狙ってるんで、飛車の横利きで、そういうのをかわしていくと。いうところですね。ちょっと歩ついて銀上がって格闘ケアして、まああと歩どっかでついて、まあ次つこうかな。歩ついて銀追い返す手ありますよね。飛車の横利き生かして。歩ついたら桂跳ねとかやってくんのかな。で飛車引いたら歩取るみたいな。ただそもそもこう歩取った形が、ここに銀ってあんまいい形じゃなくて、どっかで角出れば飛車取りとかできるんで、まあ、端系はそんな気にしなくていいんじゃないかな。知らんけど。いや、そうっすよね。跳ねてこないっすよね。なんか跳ねてこない気はして、歩ついたんですけど。まあ、これで駒組みして、一応出た銀を下がらすことができたからって言っとくか。うん。で、まあ、一回銀上がって駒組みしとく。角交換した方がいいのか、しない方がいいのかはよくわからなかったんですけども。はい。まあよくわかんないんで、とりあえず駒組みしとくと。でこれは同桂で取るのが形ですね。同金って取ってここに行く金が行く形は、まあ基本的には良くない形なんで、同桂で取っておくと。でそろそろ端受けとくか。なんか受けとくと端攻めできそうっていうのもありますし、とりあえず受けといて、なんか一旦落ち着いたかな、一旦落ち着いた流れになってきましたかね。うん、普通に歩交換して歩打って飛車引いて、まあ、こっちもそんなすぐの攻めはないんで、陣形を作り上げていく。次に桂馬跳ねたり銀上がったりってところですね。でこっちの陣形は今桂馬跳ねたことで、端が薄くなってるんで、その端をしばきに来たということなんですね。まあ、桂馬跳ねて、なんか地下鉄飛車にできればいいけどな。銀上がって、まあ、玉、どっち上がるか知らんけど、なんかどっちか上がって、飛車引いて、飛車回って、こう逆襲していくみたいな。そういう感じにできればいいんですけれども、そういう感じにできればいいんですけども、その前にしばかれる可能性があるから、ちょっと気をつけていきたい。これ玉どっち？まあ、ちょっとまだ保留するか。玉どっちなんやろ？なんか早繰り銀で、こっち方面殴りに来てるから、こっち囲っとく？これから遠ざかる意味で。はい、飛車回り気持ち。これで逆襲していけばいいだけの簡単なお仕事なんですね。将棋っていうのは。結局相手の手に、はい、歩打たせた。はい、飛車先交換無駄やった。無駄にさせた問題。まあ、結局将棋っていうのは相手の手に乗ってこう、ね、逆用していくのが一番いいですから。それが一番気持ちいいんで。で、歩打たせたことに満足して、ちょっともうちょっと駒組みして、それつくのは危ないでしょう。いやー、それは世の中的に許されてないと思うんですよね。その歩をつくのは。なぜかと言いますと、ここの空間が空いてしまうと、こっちからここに角打つ手が結構厳しい手になりやすくて、まあ、同歩で取って、同銀の時に、同銀ではない。いや、そうですよね。同銀の時に、
まあ、角打てば、なんとかなるんちゃう？まあ、一応角成りと角成りを狙ってて、その両方を防ぐ手ってないと思うんですよね。で、歩取りながら成られるときついから、角には銀引いて角成りを受けてくると思うんですけど、そこでなんか歩突き同歩歩打ちっていう手があって、同飛車なら角成りが飛車桂両取りとか、そういう殴り方があるんですけど、まあそれがな、どこまでうまくいってるかは、正直かなり怪しいところなんですけれども、はい、手が勝手に打ってました。手が勝手に打っちゃったんですね。これ荒いかな、なんか角が狭いから。荒いという説も一部界隈では叫ばれてる。別に歩打って銀、うわぁ、それも荒くない？いや、それは普通か？同歩は同銀で手順に銀使われて嫌ですね。角なると？あ、角なり激痛じゃない？これ。いや、正直歩を打とうかと思ったんですけど、で、銀引いてくれたら歩回収できるかなとか考えてたんですけど、角なるって痛くね？銀引いてくれたら、やっぱこう、馬で歩回収できますね。それただで歩が取れるから、でかそう。角なった時に、歩取って桂取り見せてくるのは、こっち銀取った手が飛車取りなんで、え、角なり気持ちよすぎん？やっぱ馬でこう、相手陣をいじめていくのが将棋か。うん。これが将棋。こういう手右玉刀好きですよね。右玉刀はこうやってこう、馬を作って、相手の攻め駒をいじめることに、市場の喜びを見出してる。そういう人たちだと勝手に、そういう人たちだと勝手に思ってるんですけど、どうでしょうか。偏見説ある。偏見説しかないんですけど。まあでも、右玉ってやっぱこう、相手の攻め駒を攻める手が出てきやすいから、そういう手が好きな人が、右玉好きなイメージですね。なんか敵陣めがけても直接攻めたいっていう人は、右玉っていうより、なんていうか、普通、いわゆるオーソドックスに囲って普通に攻めていく将棋が好きなイメージがあるんですけれども、どうなんでしょうか。角なって、なんか銀をただ守る手、金寄りとか銀引きとかだと一応歩回収できるからいいと思うんですけどね。角取ったら同銀。かつ銀に紐をつけてると。なるほどな。それは一理あるか。いや、待って、一理あるどころで済んでないっていう疑惑ある。それが言い手すぎるっていう疑惑ある。ノリはなんか風付き同歩、風とかなんか8筋攻めていきたいけど、なんか逆襲されんのも怖いしな。どうなんやろ。歩突き同歩歩とか打てたらでかい。で、飛車寄ったら馬取りですけど、一応馬入った手が飛車桂串刺しみたいな。そういうのって痛いんかな？相手にとって。相手の方にとってそういうの痛いですか？いやーもう知らん。これを同歩と取ってもらえるかも知らないけど、ちょっと飛車を使いたいので、飛車を使っていく。ちょっとあの矢倉、硬すぎる矢倉を寄せるには飛車を使うしかないかなと。そういう思想を見せつけていくのどう？いやー、でも飛車使う手が間に合う人生とは思えないか。いや、取ってきた。同銀で。飛車とか寄った手がな、馬銀串刺しとか言ってくるんやろな。冷静に見てそれうるさくない？いや、それうるさくね。馬逃げたら、銀取られる。歩で支える？あと何分？5分です。5分です。歩で支える？さすがに馬取られたら終わりなんで、馬取りをなんか受けないといけないんですけど、歩はな、いつでも切られる手もあるし、なんかただ受けただけやし、さすがに面白くない？いやー、さすがに面白くないと見てちょっと反撃含みでいった。同銀なら、でもどうしても許してくれない。同銀ならそこで飛車の盾の利き止まるから馬入って飛車取りで馬をかわそうと思ったんですけど、もう許されない。許されなかった。もう同銀とかそういう生ぬるい世界じゃないと。今の世の中。もう過激に行きましょうってことですね。いやー、でも嫌か、その過激が。世の中も許されない。ここに飛車打つ？
いや、どこに飛車打つんやろ。なんかここの方が効いてる？なんか銀取りで、どっかで銀取れそうみたいな。なんか自陣にも通ってきそうやし。後々相手の方から桂打ちに同飛車成って取れるとかもあるし。まあ、とりあえず飛車を一段目に下ろして、あとは端攻めとのコンビネーションかな。矢倉は端が弱いんで、端攻めとのコンビネーションを見せつけていきたいんですけど、残念ながらこっちの右玉とかいう囲いも端に弱いんですよね。だから、風とかで取り込んでもなんか帰って風とかで逆用されて、いやーなんか、小づいてきた。小づかれて。まあでもこんなん同歩って取れないと将棋じゃないでしょう。さすがに取り込まれて同銀とか乱されると、いや。まあこれも風叩かれて同銀で乱されるんですけど、その形は一応なんか風のヘルメット被ってるんで、耐えてると思いたいんよな。あと一応、次、風つく手が手筋で、同銀なら歩で銀が詰む。風に同金なら風打って、金寄って、風打てば金が詰むっていう手があって、結構厳しいんですよね。だからまあそういう反撃の筋も見込めるから、ここは丁寧に受けといて、ちょっと相手の攻めが弱まった時に風で勝つっていう、そういうプランニングを見せつけていってどうでしょうか。意外にな、こっちの陣形バランスが良くて、いいと思うんす？ああ、角か。あ、角王手金取りやん！は？え？ゲロきついやん。は？何それ？何それ？え、何これ？ちょ、もう無理やて無理やて。いやー、まあ、銀引いて連結強くして頑張る。いやー、飛車逃げて。いやー、また取られる。どんだけ取られんね。また叩かれる。お願いします、叩かないでください。これ叩いて同銀桂馬がなー、きつすぎるか。いや、かっ。かっ。これ、同銀に桂馬打たれると何がきついって、銀取りなのもきついんですけど、こっちなんか飛車でどっかでズドンって切っていきなり詰ますみたいな手を狙ってるんですけど、桂馬打たれるとその玉頭を受けた手にもなって攻防手になるんですよね。それがバカきつくて、多分勝てないんで、もう香車打って、もうしばきに行くわ。許さん。そんな手は入りません。この忙しい終盤でそんな手は入らないんで、そんな手は入りませんので、つって。これが鬼殺しプレイヤーの力か。鬼殺しプレイヤーの、殺意を見せつけられてる。いやー、桂馬って玉頭しっかり守って。しっかりと守られまして。しっかりと守られてるんですけれども。いやー、なんかここが壁になったから端こちょる。でも端こちょったところで。同歩で次何していいかは一切分かってないんですけど、とりあえず触ってみた。とりあえず触ってみた。え？それは？なんか端取り込みの、端取り込みが入るのでかくね？下から食うって誤ってくんのかな？それとももう強気に銀取ってくる。それでも一回金でなんか、馬取りにしながら銀取り浮かんのでかそうやけど、まあ、桂打ちの両取りが残ってんのがバカだるいんですけど、それがバカだるいという説はあるんですけど、まあ、そんなね、そんなこと言っても仕方ないんで、そんなこと言っても仕方ないんでって言いながら頑張って今日も生きていくと。これどこ引いてくるんやろ、そこで桂打ちを狙ってくる。あ、桂打ちや、桂打ちが嫌すぎる。桂打ちをどうやって受ける人生歩んでいく。てかまあ受けててももうしょうがないか。攻めるか。でもどう攻める、どう、何を攻めるんでしょうか。攻めるためには攻め駒が必要なんで桂馬をもらいに行く。攻め駒補充したい。桂馬もらったらどこに使うんやろ？桂ぶち込むとか。まあ、桂馬打って玉頭足すとか。まあまあ、一応使い方はあるか。一応使い方はあると信じよう。でもこれ無視しよう。桂なりなら、まあなんか一瞬そっぽ、相手の攻めが一瞬そっぽ行くんで、その瞬間に桂ぶち込むとか桂打つとかなんかしていってどう？桂なりならまあ同玉で耐えに行く。もうこれ桂馬で殴るわ。とりあえずね。一旦ね。これ一応桂なりから鳴っていけば、相手玉詰めろ鳴ってるんですけど、詰めろなってないことを、
集めろなってないと思っていただくことを祈るし、ああ馬が効いてんのかよ、ふざけるな、馬が効いて玉頭を守ってんのね。いや今桂成から詰ましに行けると思ったのに、一旦馬の効き止めとくわ。いや今銀冷静に逃げた方が良かったかな。馬で玉頭を守られてると玉頭が硬すぎて桂成から行ってもなかなか詰ましきれないんですけど、馬の効きを止めとけば玉頭がちょっと弱くなって桂成から一気に詰ましやすくなるというところなんですけれども、いやー馬と、いやーバレたか、なんでバレるんでしょうか、なんでバレてしまうん、なんでバレてしまうん、ちょっともう一回金狙うか。でもこれ金取っても同銀でまだ玉頭硬すぎるんよな、許せない、許せません、さすがに許せなくて。あーそっち取って、でも同香で、まあでも次なんか桂馬が玉頭を狙ってたから相手玉危なかったんですけど、この桂馬が消えると玉頭を狙ってる数が減るんでってことかな。まあ逃げてどうなんですかね、金打たれてどっち行く、なんか上の方が実戦的には相手の方パニック、おーおしゃん、おしゃんに来たね、腹銀、次は金が大手飛車ってこと、飛車寄った手が大手飛車回避しつつどっかで金打ちから相手玉を一気に詰ます手を狙うとか、そういう夢のプランない、金同歩同歩なり同香、同香なり同桂、同飛車なり同玉強者、いやなさそう、なさそう、その未来一生来なさそう。いやでもワンある、金銀あと2枚ぐらいもらえばあるんじゃない、まあ、金銀2枚もらう未来が来んのかって言われたら、まあ一生来ないような気もするんですけれども、上がってはい重い、これ重いでしょねえ、知らんけど、いや重いと思うけど、ここででも、ああでもここで馬はどうしたか、ああ馬引きを見せてきてんのね、なんか詰めろかける手ないんかよ、竜回った手がなんかブッチ見せて詰むとか、そういう話ない、そういう話なさそう、そういう話ないか、そういう話していきたいなって僕思うんです。いやーそういう話はどこの世の中にも、どこの世の中にもないか、もう一枚欲しい、もう一枚欲しいよ、でも馬引きが早すぎるから猶予もない、猶予もないんですね。金同歩同歩ない同香、同香ない同桂、同飛車なり同玉歩、いやー意味ないな、いやーこれ何を生きがいにしていけばいいの、何を生きがいにすればいいの、ここが受からん、ここが受からん、でも馬引かれた次馬入りと飛車取りの両方があってきついか、はぁ、あ、なんじゃこれ、なんじゃこれは、あこれで竜回ってさ、強なり同強、金打ち同玉、竜から詰みとか、そういう話ない、ないよね、おそらくないね、とかさ別に風、え詰み、えそれもらったらかえって詰みやすくない、逃げて、いやでも馬が端に効いてきて詰まないって話してる、いやその説はある、いやー圧かけてきた、あー圧かけてきた、いやー取って同飛車から詰むんかな、まあ詰むよね、まあね、馬引かれてもきついか、この手が何でもないんで、まあでも詰みか、さすがに同角で、同角で、まあ引いたらどうかわからんかったけど、まあそれ正気なさそうなんでもう強く取りましたけど、相手玉が安全なのもでかいし、これで詰みか、これで飛車打たれて詰みか、次行ってみよう、やっぱ鬼殺しを極めし者が最強、そういうことですね、ありがとうございました、皆さんこんにちは、今回後手番でやっていきます、相手の方はダイレクト向かい飛車が得意戦法ということなんですけれども、やっていきましょう、金上がって生きていくということですね。ダイレクト向かい飛車って書いてたけど、居飛車ですけど、これは、ならず。やってますね。やってますね。ならず許さないと、投手。
ならず許さない党党首としては、これは負けられない。いや、そうそう、そういうことだと思うんですよね。これ多分、向かい飛車にするっていうことだと、私思っていまして、そういう説あると思っていまして、端歩はむずい。端歩はむずい。これは受けるんかな。てか、そもそもこれ、歩突きっていう殴り方もあるんですよね。歩突き同歩なら、角打ちが歩の両取り、みたいな。ただまあ別にちょっと飛車先伸びてないんで、こっち飛車先伸びてなくてすぐ攻めてもそんなに破壊力なさそうなんで、歩ついて殴りに行こうかな、歩ついて攻撃力を増していこうかなと。でそこで飛車回ってきたんですけど、そこで飛車回ると角あると思ったんですけど、それは大丈夫な剣についてなんですか。角が銀取りと歩取りの両取りなんですけど、あーでも角には角があるってことか。よくは、角交換振り飛車でよくあるんですけど、角には角打って受けてきて、別にこっち慣れますがなーっていうことなんですけど、そこで金とか上がられると、意外とこの馬の逃げ場所がないんですよね。そうか、そういうこと言われてややこしいか。まあまあまあ、端歩受けとくか。まあまあ、いいでしょう。それ角は、はめて、はめられてる。角打つのははめられる。角打って香取りが受けにくそうやけど、一応角には香車上がって、角なった時に玉引けば、桂馬に紐ついて、で、この馬がなんかちょっと行き場所なくなって困るっていう感じですかね。まあまあやめとくか。まあまあまあやめときましょう。銀とか使っときましょう。使っときましょうってことなんですけど、玉囲っときましょうってことなんですけど、まあまあまあ銀、まあまあ玉囲っときましょう。はい。玉を囲っときます。で、玉を囲っときます。はい。はい、金使ってきましたね。はい。それには銀を使っときましょう。とりあえず駒を使っていくと。で、陣形をちょっと、進展させていくと。まあ、この金は、角打ちを消すっていう大きな役割あるんですけど、ちょっと、金をくっつける以外の他の手もなんかそんな指したい手ないんで、で、金くっつけるのはやっぱ、玉硬くなって、おー金で何それ。それは見たことない。それは見たことないんですけど。それは見たことないんですね。それは見たことないんですけど、フーフーとか狙ってんのかな。まあ一旦金くっつけとくか。あ、フーで。難しいな。金を上がった意味が難しいんですけど、なぜ上がったのかっていうところがありますよね。まあ、こっちはどうしようかな。穴熊に組めそうやから穴熊に組んどく。とりあえず組んどくわ。もう一つでも。この対抗系の将棋ってここら辺右側で戦いが起こるんですけど、その右側から一つでももう遠ざかるために、ちょっと穴熊に組んどきたいと、私思います。はい。そういえば、最近新しいチャンネル作ったんで、ぜひチャンネル登録お願いしますってことなんですけど、まあコメント欄に多分貼ってるんで、コメント欄と概要欄に貼ってるんで、良ければっていうところなんですけど、まあ、将棋の対局以外の、対局以外の将棋の動画を上げていこうと思ってるんですけど、結構楽しい。なんか、普段やってないこと、こう新鮮なんで結構楽しいですね。対局が楽しいのはもちろんなんですけど、やっぱ将棋はそれ以外の、なんていうんですか、棋書読んだりっていうのも結構楽しいんで、そういう棋書レビューとか、そういうこともしていきたいなと。思って、チャンネル作ったので、ぜひ、登録お願いしますと。まあ、なんか不定期になると思うんですけどね。毎日投稿とかじゃなくて、不定期に、上げていくことにはなると思うんですけど、ぜひ、お願いしますと。そんなこと言ったら殴ってきましたね。で、最初にぶつかった歩を取れないようではもはやおかしいっていう格言があるんで、同歩なんですけど、同金で一歩交換しに来ると。放置してるとなんか、歩突き同歩歩とかで拠点作られても嫌なんで、歩って金の撤退をお願いするか、この、今一歩持ってるうちになんか歩突きとかそういう手で殴りに行くかなんですけど、まあ殴る手も難しいから一旦は冷静に歩とくか。しゃーなし。しゃーなしやで。で、まあこっちもなんか3筋の一歩交換しに行くか。なんか、同歩同銀の瞬間怖いけどな、なんか角が王手飛車とかなんかそういうことを言われる可能性が、なきにしもあらずなので、ああ、でも歩打ってくれた。これならまあ銀引いといて、
そういう角が王手飛車とか、そういうリスクはないので、うん、それならまあまあって感じかな。それならまあ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 って言っといて、それならまあまあまあってことなんですけど、まあどうなんですかね、形勢は。いやー、二筋放棄侍。二筋放棄侍。いや、まあ銀が守ってるから大丈夫ってことか。でもなんか相手の方こっちの戦いにしてきたんですけど、飛車回ってなんかこっちの戦いにしてきたんですけど、そうするとこいつがニートになるから、こいつはね、ワンチャン銀でとかで左で使う余地があるんで、まああれなんですけど、こいつはもうほぼほぼ使う余地がないんで、こいつがニートな分、なんか正確に指せばいける気がするのは気のせいなんでしょうか。まあ言うてここを守ってるって言ってきてんのか、ニートと思わせてここ守ってるからセーフって言ってきてる、言われてんのかな。あと何分？5分です。5分です。はい。いやー、桂馬跳ねるかな、桂馬使いに行って。いやー、もうその前に突き捨てとくか。なんか同銀ならガチで遊び駒になるんで同歩だと思うんですけど、そうやって突き捨てて勢いつけて桂馬を跳ねると、次桂馬を跳ねて銀が逃げてくれたらスムーズに飛車が走れるっていう、そういう狙いどう。で、放っとけば桂桂なりでもぴょん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 って感じで勝ちという感じでどうでしょうか。ただ今2筋の歩を突き捨てたことで相手に歩を与えてしまったので、そういう手とか端攻めとかそういう気持ち悪い手がいっぱい飛んでくるというところあるんですけど、もうそんな手は無視。ここ攻められてもまだ穴熊遠いんで、はい、気持ちよすぎるんですね。これだって飛車寄ったら飛車成り受からんでしょう。飛車寄った時飛車成り受からんでしょう。まああとはこの歩は飛車で紐ついてるんですけど、逆に言うとこの飛車がどっか行けばこの歩取れるんで、まあこの飛車をいじめる手を考えてみたいっていうのはある。ただまあ角打っても飛車寄られると角詰むし、まあ無理かな。まあ飛車寄っていいんじゃないでしょうか。飛車寄って飛車成りを見せればいいんじゃないでしょうか。それはね、まあ同銀とかだと金とかで殴られるんですけど、この取り込みがまだ何でもないんで、飛車なって殴りに行くかな。相手の方はこの金を使って攻めてるんで、こっちに金を渡す可能性が結構あるんですけど、こっちは金をもらうと金打ちを見せて、ちょっと相手陣にプレッシャーをかけて、相手陣にプレッシャーをかけることでこう相手の攻めを制限してる、そんなイメージで、桂馬跳ねて銀取りにしてきましたね。これはまあ銀取られると、その後銀ぶち込んでくるとかなんかいろいろ気持ち悪いんで、一旦は逃げるか。端を補強する意味もありますし、ここは一旦逃げておきまして、どうでしょうかってことなんですけど、まあ冷静に形勢判断をすると、駒の損得と駒の働きと玉の硬さなんですけど、駒の働きは、まあ、竜で来てるから勝ちでしょう。駒の損得は、不得ではあるか。でもまあまあ、駒の損得はほぼ合格。玉の硬さは、穴熊なんでこっちの方が硬そう。だから、駒の働きと駒の損得で勝ってるから、実質勝ち。でもそれ嫌。これ嫌。その歩なりいい手やな。同金は玉から離れるし、同金直はここに角打った手が金取りと角成りの両狙いですね。え、だる。え、シンプルにだるいんですけど、それ。え、同金、角嫌すぎる。でも、同金って取る人いないよね、世の中。いや、いるんかな、世の中。同金、角嫌すぎるもんな。で、金逃げた時に角成られて銀取りって言われた時に、まあ、この銀取った手って別にこっちの玉に響いてないんで、遅いからいいんですけど、銀取る以上に厳しい攻めが相手陣になさそうなんですよね。いやー、これは人類史上初めてじゃない？これ、この金で取ったのは。いやー、こんな人類史上初めてのことしたら大抵握手なよな。こんなバラバラで耐えに行く人いるんかな。いやー、それはハイパー強気。同金なら飛車なれるってことね。同銀なら同銀で、同金の時に飛車なれるけど、同銀同銀の時なんか、金打ちから迫るとか、桂成りから迫るとか、いろいろありすぎて怖すぎると思うんですけど、大丈夫って言ってきた。いや、大丈夫じゃないでしょう。
普通に考えて。波は大丈夫じゃない、なんかとりあえず叩く。こういうのはだいたい根元の飛車を狙っとけば間違いはない。知らんけど、ふふって。飛車逃げてくれたらタダで銀が取れます。飛車逃げてくれたらタダで銀が取れます。金取って勝負してくるのはあるけど、飛車取った手が飛車打ちから迫る手を見せれるんで、それを耐えた人はいないと思うんやけどな。ここで歩とか攻めとしてはめちゃめちゃ厳しいんですけど、歩打って金取ってもまだこっちの玉すぐ詰むとかではないんで、歩打った瞬間に飛車とかで攻め合いに行けば、まあ勝ちでしょう。これが穴熊の勝ち方、これが穴熊の勝ち方ですわ。ええ、この遠さを生かす。これが玉こことかだったら、下手しいきなり銀打ち、同桂同銀なり、同金同桂なりとかから詰まされてもおかしくないんですけど、玉がここなのがでかいんよな。これが穴熊なんよな。This is 穴熊。この勝ち方に魅了されて、穴熊をしてると。そういう説まである。ああ、だから飛車打ち食らったらきついと見て、一回は受けてきたんですけど、金使うと戦力不足になるんで、こっちとしては猶予ができたと。まあ、ある程度ゆっくりでも相手玉を寄せ切ってしまいさえすれば、勝てるって感じなんですけど、寄せ切ることができるかは知らないですね。まあなんか一回歩成りで乱す。まあこれはちょっと金取りなんで同金だと思うんですけど、叩いて。同金なら、なんかここが弱くなるんで、銀捨てて同玉に金取るとかそういう寄せがありましたね。だから引いてきたんですけど、引かれたんですけれども、そこでどうするかは知らなくて、いや、そこでどうするか知らんな。いや、露骨に金打ってもそこ歩でよくわからん。飛車置いとく？あ、飛車がシンプルに受けにくい。シンプルな金取りが、そこ歩で受かるんですけど、歩成りがきついか。歩成りで同金なら、ぴょーんと取れると。で、放っといたらと金で金取る手もあるし、ワンチャン飛車切って、同歩に金打ちから詰みとかもありますね。というか、これ詰みか。飛車切っていけば詰みな気がしますね。角はなんかこう、どっかで受けに効かせても用意しながら、どっかでこう角切りとかで、こっちの玉を詰ます手を見せてきてるんですけど、まあ、詰ましに行かなくても自玉が今まだ安全なんで、相手玉を急いで詰ましに行く必要もないんですけど、これは詰みは読み切ったかな。飛車切っていけばいけるんじゃないかな。同歩に金打って、逃げるんですけど、銀取って、同玉に竜で金取った手が王手になるんで、合駒した時に、まあ同竜でも詰みだと思いますし、銀打って王手していけば、逃げた時に金打ちで、同銀に同銀なりとか同竜で詰みですね。割と綺麗に穴熊を生かせましたね。ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけども、1局目はこんなグラフになってます。下に触れてたらこっちんですけど、はい、終盤以降は全くのチャンスなしということですね。いやー、鬼殺しプレイヤーにボコされましたね。完全にやられたんですけど、強かったな。まあ、どこで悪くなったかっていう話なんですけど、この歩突きに対してですね、まあ、同歩と取って歩打たれてからおかしくなりましたね。同銀と取ってしまうと、これふっかりしたのが痛かったな。これが飛車取りと王手金取りの両狙いで受からないんできつくなったと。で、これは、この歩を同歩と取ったところから始まっているので、ここで同歩と取らずに、歩を打っていれば激戦だったみたいですね。これは、ま、桂取りもなんですけど、角打った時に角出れなくしてる意味もあって、一石二鳥ですね。で、こっちとしても、まあ、取られたら嫌なんですけど、まあ、一回同銀かな。同銀と取っとけば、やっぱり角がなくなってて、角がなければすぐ潰れる形ではないので、これは一局の勝負でしたね。いや、そっか、角から角か。ちょっと、覚えときます。それを食らったのはちょっと良くなかったですね。それを食らってしまって、はっきり悪くなって。まあ、いいかもな。なんか実践的にはあるような気もしたけど、ちょっと相手局がガチガチすぎて、どうにもならなかった将棋でした。二局目のグラフはこんな感じになってます。
下にくれてたらこっちがいいんですけど、これは綺麗に押し切った形ですね。良かったって感じなんですけど、まあどこで良くなったかなんですけど、こうか。この右の桂馬が綺麗に使えて、こっちが良くなったみたいですね。このあたりで、1000点ぐらい良くなったので、まあ1000点は言い過ぎか、940なんで、まあ900点ぐらい良くなって、こっちが押し切ったと。相手の方としては、ここまで綺麗に桂馬を使われると耐えきれないので、歩ついて桂跳ねを防いだ方が良かったみたいですね。ただこれも相当指しにくいよな。だって角打つてできるもん。ただまあ角で受けてっていうのが今出てたかな。これ同角成でどうするんやろ。同角成同金。あー、もう一回打つと、それだとこの角がこっちに効かなくて止まってるから、その瞬間に端攻めとかしていけばうるさいってことか。まあ言われたらなるほどですけど、ちょっと指しにくいのはやっぱ角打たれちゃうっていうのが頭に浮かぶんで、なんかこの順は指しにくいかなっていう気がするんですけど、まあこれで指されると激戦だったみたいですね。まあ本譜は先ほどもお伝えしたんですけども、あの桂馬が綺麗に使えたのがすごい大きかったみたいで、これで形勢が良くなって以下は押し切ることができました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。